今日は久々の海です。もうすごく穏やかな海で綺麗ですね。今日も海を満喫したいと思います。では、はい、では早速かまどを作っていきたいと思います。はい、できました。では早速いただきます。いただきます。うまい。あ、痩せるつもりが、うん、出来上がりました。いただきます。はい、強力粉150に対して、塩ですね、大体4グラムぐらい。失敗しました、イースト菌を忘れてきました。ちょっと代用でビールを入れていきたいと思います。だいたい90から100、お水は90から100なので水残りに全部入れたいと思います。100、めっちゃ発酵しそうですね。はい、とオリーブオイル、オリーブオイルも、
手をちゃんと消毒をして混ぜていきたいと思います。はい、では、生地の方を飛ばしていきます。ピザ作ります。これを、このままダッチオーブンの中に入れます。今カメラを確認したところ、タイムラプスになっておりました。あ、惜しくなれ。そろそろ行ったかな。おお、おいしそう。じゃあ切ります。
この島の空を僕はどれくらい知ってるんだろう。輝く星も流れる雲も名前を聞かれてもわからない。でも誰よりも知っている。悲しい時も嬉しい時も何度も見上げていたこの空を、教科書に書いてあることだけじゃわからない。大切なものがきっとここにあるはずさ。それが島宇宙だから。生まれたこの島の海を僕はどれくらい知ってるだろう。汚れてくサンゴも減ってゆく魚もどうしたらいいのかわからない。でも誰これのカクテルを作って締めたいと思います。カクテルっていうよりもモクテルですね。モクテルを作らせていただきます。今日は先日こちらカボスでもないユズでもないこちらヘベスって言います。ヘベスをいただきましたので、宮崎県産のヘベス、こちらを用いてモクテルを作りたいと思います。ちなみにヘベスはこのように種がないのが特徴になります。今日はこちらモナンのココナッツを用いて作ります。ここにですね、先ほどのヘベスをギュッと絞って、そうです、もう人の香りがします。さあここに、さあここにパイナップルジュース、おいしそうです、もう人の香りがします。これ入れます。はい、できました。ヘレスを使ったこちらピニャコラダ、海綺麗でしょ、海。ではいただきます。いや今日も美味しい料理と美味しいモクテル、最後はドローンを飛ばしてこの風景を皆さんにお届けしたいと思います。今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。もしよかったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。